皆さんどうもこんばんは。本日も一言津軽弁講座始めていきます。最近すっかり寒くなってきましたね。そんな冬にぴったりな津軽弁を本日は覚えていこうと思います。本日の主役はこの名もなきおじいさん。このおじいさんの使う津軽弁をしっかり聞いて、日常生活を豊かにできるような津軽弁をしっかり覚えていきましょう。それでは本編スタートです。わいわいわい、マジでそんな寒くて、はもうすまれで待って、すまれで待って。まずなして半袖で出てまたなんかね。まず寒して、まい。どれ。まず。シャッケ。ソファシャッケ。まず、どうしたシャッケ。ソファシャッケ。どうしてこったシャッケのかい。だいこと、寒い部屋ずっとこっちソファーでいけばシャッケくなるの。なんだ。まずシャッケして、まい、こうやって、まい。まず、な。このどんずの下さ、まずか、あの、ふかふかのやつな、寝坊だっけ。まず、寂して、シャケくて、お前。シャーケ、なして、お前もシャケの？どうした？おめえ、クイションで寝流して、なしたことシャケの？なして？賛美閉鎖ずっと、クイションとかおいでけば、おたらだに、シャケくなって丸流して。シャケよ、これ。まず。ガリガリグヌフトンズだこやけ、まずガリガリグヌフトンズ。あ、まず何もいいね、何もいいね。え、あいえ、まず。え、まず、こしてれば、ぬぐだまってきて、まず、あんずましぐなってきます。あい。あー、まんず、賛美して、そのだけ賛美して、まずまねな。あ、黙ってな。まず、部屋流れば、わかぬぐだまってきて、いばて。エアコン、まずずっと陰でら流してした。はんでこいだっけ、のどかわいで待って、ひらひらってしてまるろ、これ。ええー、赤ちゃん、まず、水ね、流して、水。何ね自分でやるてか、わがたね、このわがた。ええー、まず。まず。ええ、シャッキー、なして、こただ、ワンカスか、図鑑立てねえの、なして、これ、まずシャッキーよ、これ。なしてことシャケグなったこい。シャケをなしたのなしてことのどこだってまいながして、まず。まず、あい。ワンツカで脱ぐなまりますからね。あい、まず。まずこれ、部屋。まず乾燥して待って、マネはねろ。まず水飛ばんのまにはマネだね。シャケなしてことにシャケなして水って答えにしゃけの水ってそういうもんあ、なんか、下まてまず、しゃけよ、これ。しゃけ。つかくかびんなめでれば、まねをこいでおやんずだずのはだば、まずつかくかびんで、いでして、まねこたえで、ちゃけ水飲めば。まずしゃけよ。なして。水ってそういうもん。あ、なんか、まずいいね、いいね。お、なんで？あ、おにぎり買ってきて気だってか、まずいいことだよ。おにぎりってあれだべ。にぎりママな？にぎりママ買ってきてきたの。あ、なんか意外だ。え？なんでこれ？何ってそれ？にぎりママだべな。ママってほら、米、ご飯とばににぎったはんで。にぎりママだべな、この。あ、にぎりママ、何買ってきてきたの、にぎりママ。鮭？何も鮭？鮭だけダークしてこの鮭だけ金ねこのわだけ青森県民わかる？な鮭で肉でな他にもある何買ってきた？うん、昆布ダークしてこの昆布だけ金ね何これ何買ってきた？わだけ青森県民何買ってきた？しつけはしつけ買ってきたのあんた。わい、したらだごどしたっけ、まるでこのシーツ着ながって、こたらだマヨネーズぶかけで待って、まずはマヨネーズ食えねんで、して、そたらだ日本人の心を忘れていたもん、ま、握りままさ、寝ればまねこれ。寝れば。あ、寝ればまね。な寝てか、あんなが。なあ、もうさ、シーツ着なって、まねべな、この何買ってきたのかして。んだべな、このすんずごに決まってらべな、このすんずご。なあ、うん。よいしょ、キュー、うぅ。
まず借金物ばだっけね、場所の出ればだっけ、まずまで借金のだっけ、まず体さ悪くて悪くてまでな、何するがてら、おにぎりチンするってか、スタラダがわごとさればマネね、このマネってダメだって、何おにぎりだけ借金物食わねえマネな、おにぎりだけ借金の一番上なこの、何喋っちゅうのね、コンビニのおにぎりだけ借金物食っても一番上ね。あれだけチンすればだけこうあげるとき物価でもって全部出てもらうんだよ、なんかそのさなあ、ボロボロってバフラってなって、ハッコンビニーが出てくるまこ握りまくるかなと思ってこうやってペペペペペって結構ベロラってボロボロボロだけな、何も眠いんだよこれさ、何も眠いんだよこの手の流れがボロボロってな、チャケモードがベロンってもうここさボロって残っちゃうこれベロンボン、こいつ流れあたげばどうなる、ぬぐだまちょ米どうなる、ベロンバラバラバラボドボドボド全部解説者長でも取るよ、借金の方が一番目、寸前後だけ特にね、数字後だけ温めればまれ、寸前後は借金の方が一番目のおめ何喋っちゃなかしこな、青森県民だけまず借金数字後のママが一番うめって思っちゃうな、そしたらね、なだかった借金のマネって下手ばってまんずし米な、特に握りママ借金の一番目ね、何他に何借金の言ってか、んだな、え、借金のがのイージー、借金ので一番いいののイージーはしちゅよ、何言って、決まってらべなこのスキー教室さえぐどぎにな、スキーやちゅどぎこうやってみんなしてこうやってやちゅどぎ、この長さタオルのなんかきちゃんだね、タオルだインタシャツとばきちゃんね、これ前と後ろさこうやってベロベロってなるやつ、切れるシャツのやつきちゃんだね、それをな、スキー教室終わって、まんず汗かいて待って、あちあちあちってなって、こうやってみんなで、あの、あ、このもやんのごで、こうやってポテト食っちゅうときに、これベロッと脱いでみえ、まんずシャッケくって気持ちいいんだで、ね。あれがシャッケー長で、一番気持ちいい。シャッケーの一番は、スズゴのおにぎりでもねして、な、シャッケーママでもねして、スキー教室終わった時のあのタオルでインタシャツばベロロって脱いだ時が一番気持ちいいね、あ、まずそれだけ覚えていければいいね、な、このシャツどったらだもんだが想像もつがね、何もわかんねえんだわ、何も話通じねえと思うわって、まずあのシャツタオルでインタシャツ着てスキーして終わった後脱いでみえ、これ一番気持ちいいね、一番シャケくて気持ちいいね、異論は認めます、はい、ヘバマンズ、ええ、何何したって、あー、だがだがだが、まず鮭な、水おめも欲しいってが、わかったね、わかったね、わいつかまだなだっこな、え、何わかったって、わかったって、だがだが、あー、ヘバマンズ、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 本日の一言津軽弁講座はこれにて終了です。おじいさん近く過敏大丈夫ですかね？今日の津軽弁一言キーワードは、しゃっけ。しゃっこいというのは冷たいという意味ですので、皆さん冷たいものを飲んだり、冷たいものを触った時はぜひ、わしゃっけというような言い方をしてみてはいかがでしょうか。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。へば。